市の魅力を全国に発信しようと、須賀川市は市内出身の俳優を起用したドラマ制作に乗り出します。ドラマの主演を務めるのは須賀川市出身の俳優板橋俊也さんで、須賀川市は今年度のシティプロモーション事業の一環として市が舞台のドラマを制作すると発表しました。ドラマは移住をテーマに市の魅力を発信するもので、板橋さんはビデオメッセージを通じて、見た人が市に移住したい、行ってみたいと思えるようなドラマにしたいと意気込みました。ドラマは今年12月に福島中央テレビで放送されます。